DeNA 佐野、チャンスで代打を出されて涙目になる。ついに動いたか。佐野に代打か。佐野に切ったぞついに。残念でもないし当然。楠本だし、佐野より楠本の方がめちゃくちゃ期待できるわ。佐野泣いてるんか。佐野泣いてる。佐野の目に汗が。備えよらんでええ、泣いとるな。背負いすぎとる。勝負どころで変えられる選手を一番で起用するのか。そもそも一番で使う方が悪いのでは。買いでもうちょい気楽に振らせて副長待ってやれよ。副長してもらうためにチームが調子良かった時の打順である一番にしたんやろ。それでもあかんかったからしゃあない。今日がラスちゃんやった。悔しいやろけどしゃあないな。これで腐る男じゃないやろ。他ファンだか佐野のメンタル心配。こういうやり方は違うと思う。走攻守で足突っ張ってたし残党桑原佐野はチャンスでマンフリして凡退しているイメージしかない。なんでいきなり佐野打てなくなったのか気になるわ。遅咲きってわけでもないし安定して3割打ってたし、手術も影響あったんじゃないかな。打撃しか売りのない選手だからスタメン外されるよりショックだよな。そして無得点というオチが最高わら。これがストーリーってやつか。泣いている暇があったらバットを振るしかない。こちらはプロ野球チャンネルです。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価でやる気が上がります。他にも面白い情報を最新で知りたい方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。